はい、こんにちは、ニオドです。今回はですね、こちらのダイハツハイゼットカーゴ 4WD、S331V っていうのを、仕事用に持ってまいりました。こちらはね、オークション会場から評価点3点で持ってきてもらったものとなります。グレードはスペシャル、車検が令和6年の8月までなので1年ぐらいあります。距離は15万キロで、エアコンが壊れてるということなので、修理等いたしました。こちらにですね、タイヤがダメなので、私のクリッパートラックの新車の時に外した、6プラのタイヤがあったので、そちらのタイヤをこれからつけていきたいと思います。はい、ダイハツハイゼット版 S331V の 4WD です。タイヤはもうこんな感じで、安く買ってきたんですけど、まあいろいろまだサビが出ていたり、アンテナが折れていたり、いろいろね、ボロいとこだらけですけどね、もうこんななっていたり、これなんて、一回リア塗り直してるんですけど、ロゴ、ハイゼットのカーゴロゴのところにマスキングを貼ってっから、貼って、塗装して、剥いたので、段差があるのと、ここも2回目当ててる感じですかね。はい、ここも電柱ヒットかな、ポールヒットですね、これね、ヒット。はい、ひどいですね。ただ安いだけのことはありますけど、ハイゼット版、4WD、左側の、スライドし、ドアのとこと、左助手席ドアからのぶつけ傷と、この裏へこみ、入っちゃってますね、中にね。はい、まあ別にちょっとね、何もそういうの気にしないんです、全然。はい、とりあえず後ろにジムニー用のホイールとタイヤ積んでありますけど、ね、はい、こんな感じでございます。ジムニー用のタイヤとホイール積んでありますけど、はい、運転席と助手席はこんな感じです。まあね、オートマチック車の 4WD 車を購入しました。特に何もついておりません。 ETC もついてないので、つけなきゃね、ダメですね。はい、ヘッドライトも、曇っちゃってるんで、磨きゃないとダメですね。はい、まあ、フロント周りはそんなね、ビタッと汚いってわけでもないですけど、まあスモークも貼ってないですしね。なんか番号がドアに打ってシールかなんか貼ってあったんで、どっかのね、貨物事業者が使っていたんではないかなと思います。で、入庫時に、これはね、大手買取店さんから入ったもので、それを購入したんですけど、もう、エアコンダメだったということで、このパイプ変えました。友達のとこに出しまして、変えてもらいました。コンデンサーファンと、このパイプ、ここが詰まってるんじゃないかということと、あとコンデンサーファンの調子が悪かったので、交換してもらいました。はい、若干なんか甘い匂いするから、ちょっとね、ラジエーターからね、にじんでかもしれないですけどね、まあ大丈夫でしょう。冷えてる時開けてみたらそんな減ってもないので、大丈夫だと思いますけど、はい、そうですね。まあそんな感じで、この車の、まずはタイヤですね。タイヤを、変えていきたいと思います。このタイヤね、ひどいんで、スタッドレス、組む方のね、やつ、ボーズ、超ボーズ、6プラですけど、私の買っ、えーと、去年新車で買った軽トラック、クリッパートラックですが、それの新車外しの時のホイールとタイヤがあるので、これを履かせていこうと思います。はい、もったいないんでね、タイヤ買おうかなと思って、
思ってたんですけど、倉庫で見てたらなんだこのタイヤということになりまして、あ、そういえば外したんだみたいな。で今、その新車で買った軽トラックにつけてるホイールは、廃車になったミニキャブのホイールに、新品の、オープンカントリー RT だっけな、あれをインストールした感じになります。はい、結局新品のタイヤを取っといてよかったですね、捨てないでね。はい、それではね、こんな切れちゃってますけど、切れちゃってるんですけど座り心地悪くないです、全然。ただ体重の 大柄の人がケツをすりながら乗り降り、降りる時にやってちぎれちゃったんでしょうねこれね。私トヨタとかダイハツのこのグリップ結構好きです、好きです。どうだろう、あの軽トラのR06A でしたっけ、最近3万キロ、新車から3万、1年3万ちょっと走ったんですけど、もう力なくてね、エンジンも止まるようになっちゃったし、もうダメかもしれないですね、新しい車はね、ダメかもしれない。この車のエンジンは元気でいいですよ、元気で、元気で、ダイハツのこのエンジンいいですわ。はい、そんなんで今日はタイヤ交換とね、ホイールキャップまでつけていこうかなと。おしゃれですね。はい、そんなんでね、私がこれ、軽トラをもう仕事で使ってるんですけど、軽トラを使ってるんですけど、軽トラをね、仕事で使っているんですが、空荷にして、材料とかそういう廃棄品とか積んだりね、仕入れたものを積んだりしたい時がすごく多くなってきたので、このハイゼットバンも用意しました。まあ、両方ともね、どっちかが空荷にしとけば、使いやすく動きやすいかなと思うので、はい。これがホイールキャップ。これ結構高かったんですよ、こんなわけわかんないの。似合うかどうかわかんないですけどね。アルミホイールはあるんですけど、スタッドレス履いてるので、これつけていこうかな。これなんか4000円ぐらいしたと思うんですよ。これはね、これ用に買ったんじゃなくて、軽トラにつけようかなと思ったんですけど、はい。山行ったら絶対こんなの外れちゃうんで、いや、やめようと思ってね、結局買っただけになったので、これにつけていきます。でもこのハイゼットバンは、はけ塗りでもして綺麗にしていこうかなと思うんですよね、パッと見だけね。どんな感じかにやって、車検はね、来年の8月までございます。はい、来年の8月までございます。はい、でもね、この車の中ね、くせんだよなっていうぐらい、なんか微妙なおいにいがね、微妙なおいにいがするんですよ。はい、まあそんなんでね、ぼち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 やっていこうと思います。はい、それではね、始めていきます。これからね、馬を持ち上げていきますが、馬は使いません、馬は使いませんよ。動画撮るからってね、今まではちゃんと馬をね、動画やってる時をかけたりしてましたけど、やっぱね、車はね、一回は落っことさないとね。昔は、まあ昔の話なんてしててもしょうがないんだけど、ですからね、よいしょ、まあ皆さんの下に潜るときは、ちゃんと馬をねかけてください。まあ、昔砂利の駐車場とかでね、ファンタでね、ホイール交換とかね、そういうことやってた時なんて結構危ない目にも遭いましたし、まあ1回ぐらいそういうのね、経験、車を落っこどした時の上げ方とかね、そんなのはね、経験しといた方がいいかなと思います。普段は重い車の時は必ず
入れたりしますけど、動画回してない時とかは本当はね、馬とかね入れないとやったり、下に入る時は絶対に馬使いますけど、ホイール交換とかね、そんなのまでね、もうね、まあ正しいやり方がやっぱり一番大事ですけど、まあやってねえことを取り繕ってやるのもどうかなとね思ってきてるのと、車なんかね、ね、落っこどしたらね持ち上げればいいですからね。はいはい、フロント終了。よいしょよいしょ。リア上げます、リア上げます、よいしょよいしょよいしょ、それではね、このホイールキャップ、ホイールキャップをつけていきましょう。ホイールキャップつける前にエア入れるか。エア見ます。エア見ます。入れ終わりましたので、キャップをつけ
ていきます。つけていく、どうやってつけたね。そんな感じでね、もうホイールキャップついちゃいましたけど、まあ、なかなかね、かっこよくはないですね。かっこよくはないな。かっこよくはないけどね、もう台本がね、ボロいから、なんかこう軽く塗ろうかな。ちょっとね、色考えてないですけど、ジムにいちいち買った時に塗ろうと思って塗料頼んだんだけど、つや消しのね、もう簡単に塗って、ちょっと見た目がひどいからと思ったけど、かもしれないのでね。だからその塗料何色買ったか忘れてるんで、それを使うか、まあ、できればねアイボリーとかそういう色がいいかなと思うんですけど、いかがでしょうか。とりあえずこれは私の仕事用というか、その作業用とかに使うので、ちょこ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 ね、金かけずに、ちょっとね買ったのはいいけどボロすぎたっていうのがねありました。オークションで買うとね、届くまでに全然わからないのでね、はい、届いて見てみて驚くっていうことがねあるので、今回は私の、クリッパートラックから、新車の時に外しましたタイヤとホイールが残ってたので、それを使って、取り付けました。はい、取り付けました。でホイールキャップもつけようと思ってて、向こうにつけようと思って買ったのがずっと玄関に放置だったので、はい、取り付けました。まあそんな感じですね。あとは塗るって言っても、これもね、このバイザーとかはまだ外して塗りたくないんで、まあね、うまくいかないね、見切りが見切りがうまくいかないですね。はい、まあそんな感じで、まあちょこちょこやりながら、もしかしたらまだわかんないですけど、エンジンとかね、オーバーヒートとかしてたらまずいので、そういうのなければいいかなと思いながら、毎日40キロ、50キロぐらいを使ってる感じになります。不具合がなければもうちょっとメンテナンスしていこうかなと思いますし、不具合が大きなね、金かかる不具合があったらまたこのまま流しちゃおうかなと思っております。はい、もしよかったら高評価の方とチャンネル登録の方もいただけると大変励みになります。よろしくお願いします。はい、今回はこれで以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。